中小企業管理職男性です。無能でやる気もない。年上部下がおり、人間性に問題があり毎日くだめも思いとだらけです。全ての事業所と部署を転々としましたが、上司が扱いきれず、執着的な感じで、結局は10年以上、うちの部署にいるので、チームの足もおそらずチームレスが持ちません。もう行き場がないので、上層部からうちの部署から出さないと言われてます。出してくれないと辞めると上層部に志向するのは管理職射でしょうか？出してくれないと辞めるというのを言うと、そこであなたの評価が下がってしまうので、部下全員が署名をしていて、この人が。 ののチームでででううとやばいいいすす無理ですってて責責任任を共同責任にしてくださいこの人いなくならないとやめるっていうとあなたの責任になってしまうので、なので、集団で訴えることによって責任を分散するっていうのが多いです。これはあの、一期の人たちのやり方っていうのがあって、農民が一機をするときに代表が言うと代表の責任じゃんってなっちゃうので、なのでこいつさえ殺せばいいよねっていうので代表だけ殺されるっていうのがあるので、欠板状って名前を丸く書くんですよ。もともと文章って横になるんですけど、右から書いていくと、 右のやつが一番偉いじゃんって分かっちゃうじゃないですか。なので、欠板状って名前丸く書くんですよ。 そうすると、誰がリーダーか分かんないんですよ。書類だけ見るとね。っていうのがあって、責任を分散するっていう癖をつけた方がいいです。物事を解決するときに、物事を解決するというものも重要なんですけど、そこでリスクを負うというリスクを分散することで自分に来ないようにするというテクニックも大事です。もちろんあの自分に来てもいいぜ、俺の責任するぜっていう覚悟があるんだったら全然いいですけど、その責任を負わなくてもいい手段っていうのがあるんだったら、それを負わなくてもいいんじゃないかなと思います。